トルコ音楽トルコの音楽は様々な民族が往来してきたアナトリア半島の歴史を反映した多様性を持つ。トルコ民謡は中央アジアの遊牧民の歌やモンゴル、朝鮮や日本の民謡と共通点を持つと言われる。カラギョズカゲーシバイトルココテ音楽、アラブ音楽やイランの音楽などイスラム世界伝統の宮廷音楽を受け継いだ芸術性の強い音楽である。 メブレビー教団の儀式の音楽など宗教音楽とも関連が深い。同じ宮廷が関わる音楽でも、メフテルと呼ばれる軍楽は、イスラム世界と中央アジア起源の軍楽が合わさったもので、ラッパのタグリの管楽器と太鼓などの打楽器によって構成された。メブレビー教団の天礼音楽、特にセンメグル舞踊の音楽が有名。トルコのポップスは、 トルコ国内にとどまらない人気を持つ。中でも、タルカンは国際的にヒットし、大スターになっている。また、アラベスクがちょうど日本の演歌のような位置づけにあり、民謡とともに根強い人気を持つ。サナート芸術音楽と呼ばれ、トルコの古典声楽からイスタンブールなどの都会で発展してきた音楽であり、ハルクと対極的である。 三分の一度という微妙な音変化を使い、旋律に深い味わいを持ち、初めて聞くと音が外れているようにも聞こえる。ミュゼイエンセナールが創始者とも言われる。代表的な歌手はムアッツェズ・アバジュ、96年に没したゼキ・ミュレンラ。ハルクトルコの民謡をベースにした音楽である。八分の九拍子のレベカや二拍子と三拍子が、 交互に現れる J ランなど複雑なリズムや旋律のものもあり、このジャンルに属する女性歌手は迫力のある低音で歌う。またサズなどの伴奏で歌われる日本の長唄のようなものもある。主なアーティストはサバハとアッキラズ、セヘルディロバンラ。アラベスクオルハン・ゲンジュバイが創始者とされ、アラブからの移民などが持ち込んだ音楽とサナートが混じり合い出来上がった大衆音楽。 小説の聞いた日本の演歌のように聞こえる。男性ではイブラヒム・タトゥルセス、女性ではキバリーエラのシンガーが代表的。ポップ、ロック欧米のポップスなどの影響を強く受けた音楽。ただし、トルコ独自の民族楽器も多用される。長くヨーロッパで活動していたアジダ・ペッカンが70年代にトルコに帰国した時にヨーロッパ風のアレンジを持ち込んだのが最初と言われる。 60年代から80年代初頭までの間、日本と同じくトルコでは欧米やイスラム革命前のイラン、イスラエルなど近隣諸国などでヒットした曲のカバーが盛んに発表されており、これらの楽曲はアランジマンと呼ばれていた。セゼンアクス、ニルフェール、タルカンが代表。タベルナパブやレストランなどで生演奏される音楽が発展したもので。 ディスコ風のアラベスクといった趣である。ファンタジーなどとも呼ばれることもある。自己所有の店を活動拠点にしている歌手もいる。オズギュン特に決まった音楽スタイルがあるわけではない。メッセージ性の強いプロテストソング。オルアンタルベリーダンスの音楽。シール氏の朗読。エトニックトルコにとってエスニックな音楽を意味し、アゼルバイジャンやウズベキスタンなど近隣諸国の音楽を指す。 ディニ、コーランや、スーフィズムなどの宗教音楽。くるくるとコマのように回転する、踊りの瀬までよく知られる、メブレビー教団の伴奏音楽が代表的。チフテテリアルジに結婚式の余興として、男女ペアで踊る、踊りの音楽。ありがとうございます。